アオモンイトトンボは、カゲロウメイトトンボ科の昆虫。オスの腹部第8、旧節が鮮やかな空色をしていることが和名の由来となった。体長3 2ト、mm、ル前後。アフリカから中東、南及び東アジアにかけて広く分布し、日本では4月から9月にかけて、関東以南の本州から南西諸島までで見られる。平地の池や沼など、 主に流れのないあるいは流れの緩やかな水辺で、よく見られ、環境の格乱や塩分を含んだ水域、汚れた水辺にも生息するが、手つかずの森林などには見られない。メスには、緑褐色の褐色をした異色型のメスと、オスによく似た青色の同色型のメスという色彩の異なる新潟がある。千葉大学、高橋優馬の研究によれば、メスの中に、 複数の色彩型が混在し、多様性が保持されていればいるほど、オスは効率的にメスを探すことができなくなり、結果としてメスがオスから必要に交尾を迫られる、セクシャルハラスメントのリスクがメス一個体あたりで低下することが確認された。さらに、こうしてセクシャルハラスメントが軽減すると、集団の増殖性や安定性が高まり、最終的には、 集団の絶滅リスクも減少することがデータからも示された。ウィキスピーシーズ e には青森糸トンボに関する情報があります。ウィキメディアコモンズにはアオモには青森トンボに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。